8月24日、もうすぐお昼です。状況はまだ変わっていなくてですね、部屋の方の片付けが進まない限り、刑事からはこの人たちを出してあげられません。今日から明日ぐらいでなんとかしたいな。ね。安全にね、暮らせるように頑張ります。